どうもコマでーす。はい、今回も雑談していきましょう。今回話す内容はツイッターということで、皆さんツイッターやってます？コマさんね、やってないんですけどやってないんですけどね、エゴサ用に裏アカあるんですよね。コマさん、僕表アカウントだけど裏アカウント持ってるんですよ。その裏アカ使ってコマをエゴサしてね、僕のファンが変なことつぶやいてんかっていうのを監視してるんですけどね、まあ、もしくはファンアートとかあったらね、まあ毎回お気に入りしてね、頑張れよって思いながら応援してるんですけど、でエゴサしてたらね、いつも目に入るのが僕と同じ名前で活動してる人がいるんですよね。エシコマラがいるんですよ。一回なんか話題出したと思うけど、このエシコマラさんね、僕がピーナッツくんからコマラとして産み落とされる前から活動してる人なんですよね。まあ言うたら元祖コマラですよ。ちょっとね、後から出てきた僕がね、なんか人気奪っちゃう形で申し訳ないなと思ってるんですけど、まあ、僕が産み落とされた時はそういう人全然活動してんだけどな。半年に1回ぐらいツイートするぐらいやったけど、僕が毎日投稿し始めたあたりからなんか活動的になって、多分僕に感化されたやろうなと思ってるよね。そっからどんどん絵描き始めて、その人も結構 VTuber 好きみたいなんですよね。よく VTuber の絵描いてるんですよ。でホロライブの絵最近よく描いててね、なちょいちょいバズってるんですよね。絵描いてて2、3日に1回ぐらいその人の新しい4コマ漫画みたいな2コマ漫画とか上がるからね、今日も頑張ってんなってちょっとニヤニヤしながらね監視してんねんけど、まあ同じコモナとして彼にも頑張ってほしいな。彼か彼女か分からへんけど、このエシコモナさんね、なんかデフォルメ絵が得意なんかな。基本的にデフォルメの絵描いててね、一回ねちょっとコモナさんの絵描いてもらおうかなと思ったんやけどな、ちょっと僕がコミュ障でいけへんだな。まあそういう感じでね、このネット上にはね、今2人のコモナがいたんすよ。いたんすよね、過去形。なぜかというと、新しいコモラが最近誕生しました。ここに来て新しいコモラが誕生したんですよね。そのコモラさんの、その新しいコモラのツイッターの名前が、コモラ公式って言うんですよね。おー、だいぶ生きった新人が現れたね、コモラ界隈に。僕とエシコモラをね、非公式にしようとしてるやつが出てきたんですよね。だいぶ挑発的やんけって思ってね、そのコモラ公式さんの活動を見てみたら、サバゲーのチームなんですよね。なんやろな、この拭いされないオタク感。コモラっていう名前はオタクでしか活動できんのかな。この VTuber と絵師とサバゲーっていう、ちょっとオタク寄りやね。サバゲーってやれやな、どっちかってオタクやんな。あんまりヨギャのイメージないよな。まあそのサバゲーチームのね、コモラチームにもね頑張ってほしいと思ってるけど、今年の2月に誕生してね、2月末最後にツイートして、そっから全然ツイートしてへんねんな。ちょっとコモラの10月に耐えられへんだかな。ぜひあれ、サバゲー界隈にもコモラという名前を浸透してほしいと思ってんよな。頑張ってくれよ。まあって感じで、このエゴサ使ってずっとこのコモラ界隈の動向を監視してんねんけど、ちょっとあれやね、もう危惧してんのが、まあこのエシコモラさんが結構精力的に活動してんねんけど、なんか僕と勘違いしてこの人に絡みに行く人とかいたら嫌やなと思ってるんですよね。このエシコモラさんの方に DM 送ってさ、あ、今日の動画最高でしたみたいなさ、意味わからんこととかしててさ、変なことやったら嫌やなと思ってね。頼むからあれやで、このエッシュコモラさんとコモラ公式さんの方になんか変な DM とか送らんといてや。そんな人いいひんと思うけどね、さすがに。なんかね、厄介ファンみたいな人いいひんと思うけど、まあまあこのね、エッシュさんの方もサバゲーの方もね、頑張ってほしいと思ってますよ。まあそれでね、でもたまにコメントとかで、コモラさんツイッターやってほしいなとかそういうのはあるんですけど、まあ僕はもうやらへんかな。多分やっても問題ないと思うけどね、もうなんかここまで来たらやらんでいいかなと思ってる。特につぶやくこともないしな、ツイッターやっても。つぶやく内容あったらそれを雑談動画にするわって思うしな。もう一言ぐらいでつぶやくの内容でも森に持って5分ぐらい持ったるわ。今回もこの雑談動画もね、あれやん。ツイッターやったら一言で終わってしまうで。コモラ公式っていう謎のアカウントができてるって言ってさ。もうこれを頑張って頑張って僕15分ぐらいまで雑談伸ばしたろって思ってね、今回撮り始めたんやけどね。僕ツイッターやったら多分めっちゃ低姿勢になるやろうな。僕内輪では生きるけど、外行くときはめっちゃ低姿勢やからね、めっちゃ敬語使うと思う。ツイッターとか DM とか送られてきたら僕手震えると思うわ。ツイッターで僕さ、よく分からへんのがさ、なんかあれあるやん、あれ FF 外から失礼しますってやつ、あれってどういう意味なん。なんとなく分かってるんですよね、
FF ってフォロワーって意味やろ。フォロワー外から失礼しますって意味やろ。なんでそんな略すねんって思うけどな。なんかあれやん、礼儀正しく行きたいんやろうと思うけどさ、礼儀正しく行くなら FF って略すねんって思わへん。フォロワーの外側から失礼いたしますって言ったらええやん。で、文末にはフォロワーの外側から失礼しましたって言ってくるよって思うよね。まあ別にね、礼儀正しく行こうとすることはいいことだと思うからね。まあそれはいいんですけど、そのフォロワー外っていうのが僕よくわからへんねんな。例えば僕とビーナツくん今別にお互いフォローしてんけど、これはまあフォロワー外っていうのはわかるやん。例えば、僕がピーナッツくんをフォローして、ピーナッツくんが僕をフォローしていたら、それはフォロワー外なんの、僕は。逆にピーナッツくんが僕をフォローしてて、僕がピーナッツくんをフォローしてへんたら、それはフォロワー外になんのって思うんですよね。ここら辺のルールが僕よく分かってへん。フォロワー外って、どっちがどうなってたら、フォロワー外になるんやって思うんですよね。僕がツイッターやるとしたら、そういうの気遣っていかなあかんねやろうな。僕みたいなさ、アイドル系 VTuber、大人気アイドル系 VTuber さ、何しても荒れるからさ、少しでも矛盾があったら荒れるわけやん。こいつフォロワー内やのにフォロワー外から失礼するって言っとる、矛盾やって言って叩かれるかもしれんからね。そういう危険なところもあるからね、僕はあんまツイッターやらないんですけど。まあでもこの FF 外から失礼しますとかってさ、別にまあやってもやらんでもいいと思うけど、 FF 外から失礼しますって言えやっていうやつなんなんて、まあまれにいるくない？フォロワーの外側から来てんねやから失礼しますぐらい言うのが筋じゃないんかみたいな、このマナーを強制するやつら、ああいうの良くないと思うな。マナーっていうのはさ、自分がやればいいものであって他人に強要するものじゃないよって思うんですよね。僕めっちゃ思ったのが、結構前に僕サラビさんと格ゲーの大会出たんですよね。見た人もしかしたらいるかもしれんけど、そこでなんかね、まあ対戦して普通に負けて、僕がで、なんかその対戦終わった後に、みんなね、その大会出た人、対戦ありがとうございましたってわざわざチャット打ってたんですよね。まあ、礼儀正しいなって思ったんやけど、じゃあなんかコメントで、小村さんだけありがとうございましたって言ってないとかなんか言われたんですよね。いや、言わなくてよくねって僕思ったんですよ、別に。一応、そういう大会っていう場合ねやから、ありがとうございました言うべきじゃって思う人いるかもしれんけど、まずね、ギルティギアっていうゲームは、対戦終わった後に自動でいいよねんな、ありがとうございましたっていうそのキャラが。なんか対戦終わった後にチビキャラみたいなやつが吹き出し出てきて、自動で対戦ありがとうございましたみたいなこと言うんですよね。そっからさらにチャット開いて同じ発言を言うんですよ、自分から。これ意味あんのって僕思っちゃうんですよね。せっかくもうチビキャラが自動で言ってくれてんねやから、2回言う意味ないやんって思うんですよね。でこれ自分で手打ちしな、温かみがないねんって思う人いるかもしれんけどさ。じゃあそれはそれでさ、この自動に設定してくれたゲーム側に失礼ちゃうと思っちゃうから、だから僕打たへんたんよね。謎に言い切っといたけど、ええねえねえ、僕らは戦いしてへんぞって、負けて悔しいのにありがとうなんて言えるかみたいな謎の言い切り方したいけどね。どうした、歌い始めたんやけど、ご機嫌なん、なんかスマホいじってそうな手してるけど、スマホ持ってへんよねこの子。まあマナー作って自分でやるのはいいことだと思うけどね、他人に押し付けるのは違うと思うよ。そういうマナー作っていってたらさ、めっちゃ生きづらくなると思うんですよね。例えばさ、その対戦ありがとうございますにしてもさ、今はみんな対戦ありがとうございますでいいかもしれんけどさ、結局これはあれやろ、この自動でありがとうございますだけやったら味気ないから、自分のその意思でちゃんとチャットを打つことによって感謝を伝えようって思ったわけやろ、最初にやった人は。でも今もみんなさ、対戦ありがとうございましたってみんな同じように手打ちしてるわけやん。じゃあ結局これさ、みんなと一緒やから、この感謝の気持ち伝わってへんなって思ってさ、そっからなんて一言さらに添えるようになるかもしれんやん。対戦ありがとうございました、あなた強かったですよみたいな。で今度はみんなそれまでし始めてさ、対戦ありがとうございました、あなた強かったですよって言うわけやん。そうなっていくと、じゃあマナーとして自分だけの言葉を毎回そういうのあかんみたいになるんちゃう。1ラウンド目のあの動き良かったですよみたいな、そういうめんどくさいルールがどんどん増えていきそうなんですよね。そういうめんどくさいルールどんどん増えていったらうっとうしいやん。そういう風潮に歯向かうためにもね、あの場でやるかありがとうございますって言わへんだ、言わへんだってか、もう自動で言っとる格好ええと思うねんけどな。まあね、マナーって難しいよな。まあ、こうやって深く考えてしまうことはおかしいのどうなんだけどね。まあ、ふと思ったね、その時。だからもう一個なんかツイッターで僕めんどくさそうやなと思うのが、まあ、めんどくさいって言い方もあるやけど、
マジでその大人気の人ってさ、DM、ダイレクトメールってめっちゃ来ると思うんですよね。あれさ、無視すんのも結構ね、僕みたいな優しみに溢れてる人はきついんですよね。無視できひんくない DM。今日も動画面白かったですって DM 来てもさ、そんな返事しなんでもいいやん言うたら、でもなんか返事しなあかんなって思ってさ、ありがとうございます、愛してるよとか返事しちゃうしね。そっから向こうも返信してきたら、またこっちも返信してこなあかんやんみたいなさ。こっちがメッセージ送って会話を終わらすんださ、なんか、その申し訳ないなみたいなさ、初めて彼女と連絡を取るときみたいな感じになってしまいそうやん。そういうダイレクトメールが大量に来そうでね、怖いよな。結構そういう昇進者にはあんまツイッター向いてへんと思うわ。マジであんまり気にせえへん人しかそういうのできへんやろうな。もしくはなれるかやな。コーナーさん優しいからな、相手の気持ち考えちゃうんだよな。どうしよう、話すことなくなったわ。なんかトレンドでも見る？今日の本日3月12日午前1時のトレンドを見ましょう。バットマンエモい。あ、バットマン公開された？あ、見たいわ。なんかジョーカーとは世界線繋がってへんらしいな。完全バットマン単体らしいな、今やってるバットマンって。トレンド1位、いよいよガルパー5周年、ガルパンっていう組織が5周年らしいです。ちょっとやってへんから分からへんな。興味惹かれるのないな。あ、ジョジョアニメ、いや、あ、これこれさんがまた暴れてる。最近ツイッター界隈さ、なんかツイッター、最近 VTuber 界隈なんかね、色恋沙汰多いよね。なんか芸能界みたいなやってきたかって思うよな。ちょっと話しにくい話題だけどさ、不倫ってなんでするんやろうな。不倫やるやつの気持ちってマジでわからんよな。ちょ、この動画見てる人って不倫してる人いる？不倫ってどういう感覚でやんの？あれってやろうと思ってやんのか、やってしまったっていう感覚なんかどっちなんやろうな。もし不倫してる人いたらちょっと教えてくれへん？どういう感覚でやってしまうのか。一人だけでもめんどくさいのにさ、僕なんかそう思ってしまうよね。一人だけでもめんどくさいのに、さらに増やしてどうすんのみたいな。あ、よくわからへんな。で、最近その思うのが、歌手ってモテるんやなって思ったな。みんなあれ、彼氏彼女作るとして、歌手って設定する？職業。僕歌手はね、割と、ないな。割と候補に外すと思う。付き合う相手の職業を選べるとしたら。歌手ってなんか利点ある？彼氏彼女が彼氏で、彼氏彼女が歌手で、なんか利点ある？なんかデートしてる途中に歌い始めたら嫌ちゃう？歌手で言うたら、まあ水木奈々さんが好きやねんけど、あのアニソン歌手の。唐突にさ、あのシンフォギアのオープニングが歌い始めるのも嫌やねんけど。奈々、次は東京タワーでバンジージャンプしに行こうぜとか言ったら、リース・トゥ・マイ・ハーとか急にさ、いい声で歌い始めたらビビらへん？ね、ドン引きするかもしれんよ。歌手の人だって多分人一番歌ってるからさ、無意識のうちに歌ってしまうことって多分あるよな。小学校中学校の時とかもさ、なんか先生のことお母さんって言う人いたやん。あの感覚、全然何も意識せずに声出してしまう時、慣れ親しんだ曲歌ってしまうくない？多分。どうやろう、歌手の人いる？この動画見てる人で。僕なんかはさ、あれやで、ただいまとか言う時間違って、どうもこまらです言ってしまいそうになる時あるから、マジで。こんな仕事にしてるわけでもない僕が言っちゃうぐらいから、歌詞歌う時あるんちゃうって思っちゃうんですよね。マジで僕、ただいまって言う時さ、ただいまってただいまやったっけって一回脳で整理してからただいまって言うからね、家に帰る時。これだな、職業不要なのかもしれんな。仕事でもなんでもないけど、いや、ちゃう、うっせぇわの人とかとか最悪ちゃう。次はレインボーブリッジでバンジージャンプしようぜって言ったら、うっせぇわって言われるよね、いきなり。すいませんって言ってその日終わってしまうやん。だってあれやで、ね、歌手でも何でもない歌好きの一般人であるサラビさんですらたまに歌い出すからね、急に。よくあるのが、なんかゲームやってる時に、なんか悪くない状況、例えばアイテム拾った時で、ちょっと望んでたものではないけど、そんな性能の悪くないアイテムを拾った時に、悪くない悪くないってサラビさん言うよね。悪くない悪くない、悪くはないかな無限大のって急に歌い始まるんですよね。おーおーおーって出たって、もう
よくデジモンのそれ歌うなって思うんやけどね。うさなみさんってこれやからさ、本業の歌手は歌い始めそうでね、嫌やなって思うんですよね。笑っちゃうけどね、急に悪くはないかなって言われた時マジでよくあるからさ、もう歌うたび出たって思うよな。最近もう先に僕が歌う時あるから、うさなみさんが悪くない悪くないって言い始めたら、僕はもう悪くはないかなって歌い始めるみたいな。そう考えると僕楽しめてるな。いけるわ僕。もしかしたら僕歌手と使えるかもしれん。いけます僕。歌手の皆さん、小村さん空いてますよ。っていうね、しょうもない話しちゃったけど。あ、なんか最近さ、あのレンタルポコピーっていう企画やってるやん、ポコピーの二人が。今、ツイッター見てたらなんかあったわ。たぬきと豆がさ、コラボ数を、期間中のコラボ数を競うみたいな、多分誰でも連絡したらコラボしてくれるよみたいなね、結構面白い企画やってんだけど、これ僕もちょっとね、やろうかなと思ったんですよね、ポンポコさんと。ガチ恋さんとコウモリランちゃん出会わそうかなと思ってさ、やろうとしたんやけど、これね、コラボの申請方法が DM なんですよね、ツイッターの。ツイッターやってへん VTuber のこと考えろと思ったね。そこら辺の気配り足りてへんわ、あの二人。っていう話。こんな感じでいい今回。今回スマホ片手に喋ったからめっちゃ適当やった気するわ。はい、ということで、この今やってるゲームはね、チルコーナーっていうゲームで、まあ見てるだけのゲーム。いろんな行動させることできるのかな、この子。無料でできてね、まあ、自分が作業してるときに横に映しとくみたいな、そういうコンセプトのゲームらしいよ。だから今すごいずっとベッドの上に行くよね。最初なんかパソコンの上でこいつも作業しとったんやけどな。キャラクターも変えることできるみたいなんですよね。これもしかしたら自分のアカウントを入れることできるんかな。そうやったらちょっと面白いけどね。わあ、陰キャー。かっこいいポーズ。ああ、これこれこれ。いいね。めっちゃオタクの一人部屋やん。まあちょっと雑談しやすいあれやったね。ゲームというのか怪しいけど。まあ普通に僕この画面全、まあ、全然僕ゲーム画面見ずに喋ったしな。まあ、これはこれもこれでありやなという感じで。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。